皆さんお元気でしょうか。絵を見るための絵を見るチャンネル、結城館長です。アートフォーアートシェイク。さて今日は、ずっとお伝えしてきましたメトロポリタン美術館で見るべき神作品ベスト3の深掘りシリーズ最終回となります。最終回ということは、今日ご紹介する作品はこちら。私が第1位に選んだ尾形光琳による屏風図、八橋図屏風図になります。で、おそらく勘のいい方であればお察しかなと思うんですけれども、この状態実は偽物になります。では本物はどうなっているんでしょうか。それはこちら。本物の状態はタイトルにある通りの八つ橋という橋が真ん中にかかっています。そしてこの屏風画は、この橋があるのとないのとでは全く印象が異なるんです。そしてその印象の違いを見て取っていただくためにお伝えしたい今日の鑑賞のコツはこちら。向き合うものを見つけようとなります。この向き合うものというのはちょっと意味として幅広いんですけれども、例えば今日の屏風図でいきますと、この真ん中の橋を隔てて左側と右側で花が向き合っているのますよね。ちなみにこの花は柿つばたです。なのでこの絵は橋を隔てた手前と奥で柿つばたが向き合っているという構図になっています。そしてもしこの屏風図から橋が消えてしまったらどうなるでしょうか。それがこちら。冒頭でお見せしたような状態なんですけれども、向き合う柿つばたが一瞬で消えちゃいました。この今ご覧いただいている状態はどちらかというと一面の柿つばたという感じかなと思います。そして改めて橋がある状態とない状態の柿つばた見比べてみましょう。ずいぶんまた印象が異なると思うんですけれども、皆さんはどちらの方がお好みですか。私は上の橋がある状態、この状態の屏風画がやはり好きです。というのもこの橋がある作品が持つ緊張感や全体的な締まりであったりだとか、そういう何かこっちが見ているだけでキュッとなるようなこうテンションがたまらなく心に響きます。というのもこう向き合うものが画面の中にあると、どこかそこに緊張感がやはり生まれるという効果があります。やはり向き合うことで何か対立するような雰囲気になるからかなと思うんですけれども、この緊張感が生まれることでさらにこの空間で何が起こるのっていうようなドラマ性を生むこともできます。なのでこう見るだけでなぜかドキドキしたり、なんだろうこの絵どうなるのってワクワクするような絵の場合は、必ずこの向き合うものがどこかにあると言っても過言でないかなと思います。そしてこの屏風が屏風なので、ただこう見る絵画で1枚のキャンバスで見るよりもさらに橋の役割が重要になってくるんですね。で、以前もお伝えしたんですけれども、屏風というのは正面で見るだけではなくて、ぜひこの端から端を歩いてこう見ていってほしいんですけれども、そうするとこの柿つばたの咲いた対立した空間がこの橋の手前と奥で2段階の空間が広がっているのを見て取れますでしょうか。もともとこのもし橋がなくても実際に柿つばたが咲き乱れる立体的な空間を屏風の中で再現することは可能なんですけれども、でもこれだと同じように一面の柿つばたを歩いている雰囲気になるところに一本橋が通ることで、こう手前の空間そして奥の空間という2段階の奥行きが表現されているんです。ですので
屏風画の中でもし向き合うものを作った場合、緊張感、ドラマ性に加えて奥行きというのも表現できるのではないかなと私は見ております。そしてこの今日お伝えしました向き合うものがどこにあってどう見えるのかという本日のコツをおさらいするという意味で、最後にこちらの作品をご覧ください。こちら同じ日本画のジャンルですね、伊藤若冲の作品になります。皆さんはこの作品どうご覧になりますか？どこかに向き合うものはあるでしょうか？また自由な見方のコメントいろいろお待ちしております。また今回3作品の最後で、お伝えしたおさらい作品の、答え合わせではないんですけれども、私なりの見解を踏まえた配信はまた別日にご用意できればと思いますので、そちらの方もまたお楽しみにしていてください。それでは今日はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。また間違い探したくさん用意しておきます。ありがとうございました。